の素晴らしさ、やっぱりもともとはあのネックを22フレットに交換する際にボディ加工しないっていうメリットだと思ってたんですけど、 それにも先にその、ね、さっきの音の伝達、 それもあったんですね、うん、っていうのはちょっとあそこを少ししちゃうとね、音は絶対良くないんですよ、だからあのままの構造で残してたんで限界があるな、うん、でそれもひらめいた。あとね、よく楽器っていうのは細かいことみんなああでもない、こうでもないっていうから、納豆が違うと音がどうのこうって言うから、じゃあ納豆全部容器にすれば同じじゃないかって、容器納豆をまだまとめて作らないと作ってくれ、容器納豆で一等買って作って、まだの 半分の1ぐらい残ってる容器、今でも34、5年前作ったやつ、そんなもんだよ、すごいリスキーですね。おあれもね、で作った本人がね、こんなめんどくさいことやろうじゃなかったなって、なんでかって水を切るの大変なんだよ、硬くて、ああ誰だこんな、ね、硬い変なものを考えて、自分で考えて、たまに。で、その時図面見て、その図面見て、あのトラスロットだ、全部俺見てるんだ、知ってた。でも、それがね、時代変わってさ、あのいろんなチューブとかなんだかんだになって、音が変わっちゃったんだよ。だからそれを今度どうしてもフェンダーの音近いこと、ではトラスロードの鉄の材料とかフレット材が全然違うけど、ぴったりの音は出ないけど、同じ当時の例えばフェンダーのアメリカで作ってる鉄芯とかフレットとか材が同じだったら同じ出る方が分かったな、7、8年前それやっと分かった、ただ同じ音近い音が出るな、ただ材料が違うからどうしてもそれ材質の違いで出ないから、だから今もアメリカで作ってもフェンダーの昔の音は出ないのは材質が違うんですよ、だからそれも違うし作り方も変わってるから、木だけじゃないんですね、そうそう、だからものすごいその中に入った鉄芯で変わります、それがね、7、8年前にパッと来たんです、なんでああいう音出ないの、その音がいい悪いじゃなくて、あのフェンダー独特の金属的な独特の音あるじゃない、テリーなんかのカラッとした感じの、あれはね、その方法でハッとひらめいて、その前までね、なんでちっちゃい踏んでこうやってると、ああいう音、いい音しないのかなとかね、散々、踏み込みすごく綺麗なのにいい音しないなとか、それをね、自分のところで作ったものは、みんな自分で作ってるからいい音すると思ってるから、客観的に見れないんですよ、ところが我々はほらあのなんでうちのやつより全体の方音いいのかなって、で一時決定的なのはね、3フレットの12フレットの、ね、3弦12フレットの3弦が音が伸びないんですよ、ミートちゃんと音がサステンかからないで音がこう沈んじゃうんだよ、それが原因もそれも分かった、あそれを決定の、なんでそういう音を死ぬかという、それはもう組み込みはもうね、吉田さんに任せておけば、俺は雑用があってそっち専念できないで、もうおそらく仮に逃げ出るものいないで、俺が見た限りでは、さっきも言ったようにボディとか抜き、まあ、いろんなところでそれなりにみんな機械もやって、あれだからほとんど変わりないんだけど、最後の詰めっていうのはすごく難しいです。うちはね、なんであの桑田さんの絵もそうだけど、なんとかモデルっていうのはほとんどやらないのは、ね、ミュージシャンっていうのは、ね、いろんな楽器使いたいの曲に合わせて、その中で自分 あのメインで例えばコンサートに、ね、一番合ってる曲で使うのは、この間もうちの吉田が行ってきた時ね、大体曲の半分以上うちのギター使った、やっぱり好きなんで、テリーが。ミュージシャンってそういうもんだから、だからミュージシャン、なんとかモデルってあまり作りたくないんですよ。で気に入ったら使えばいいって感じで。さあちゃん、昔からもう、ミュージシャンの方、そうそう、うん、っていうの、それが全部受け継がれてる。うち対応しきれないから、いちいちミュージシャンなので、そういうあれでね。もっと有名なミュージシャンいっぱいいるよ、いわゆる言いないよ、ね、だからラリーなんかでもそうだけど、うん、あれやるんでももう吉田が全部ああいうのは全部一人でやらせる、逆に俺がそこに横割り入って何かするとね、
おかしくなっちゃう。俺集中できない。今からやったら何回やったら仕事やったらない。集中帰って仕事悪くなっちゃう。やっぱり仕事は仕事で精錬した方がいい。で、時間空いた時は、今日ゆったりできるなっていう時は、それ大事なジョイントやっぱり外せる。そういう時は分けてるんですね。刃物きっちり研いでる。だから今のね、うちのギターの大半はもうほとんど全部吉田がやってます。久しぶりにやるとね、目も悪くなってるし大変だよね。でもピシッと言いましたね。まあほとんどだから彼に任せてても大丈夫。ハモのさっきおっしゃってたけどね、ハモの研ぎ方とか、そうなんです、そういうのが大事だって、あんまりこうエレキギターを想像してあんまり思ってなかったので、実はね、あれ自分でクラシックギター作ってたり、今の何でも言うけど、うちの弟子の方がよっぽどいいものができる、集中してやれる、職人っていうのはね、集中してやってるって一番いい、いろんなことやるとね、集中できないからダメなんです。みんさんは今その PGM っていうところでもそのいい楽器を作れる環境を作るっていうことが、そう、うん、そうですね、そこポイントなんですね。だからちょっと手が痛くなっていうとやっぱりね、ちょっと現場に入ってみるとそれこうじゃないかなってまた諦めて、本当にね、重いボディにはね、めちゃ重いボディには柔らかいネックで、硬いネックには軽いボディ使うようにしてんだ、うん、両フェンダーも同じこと言ってましたよ。それはね、職人は作ってて分かるんだよ。あ、兄さん、両フェンダーも同じこと言ってたよ、うん、で、硬いね、そういうテリーのボディの重いのに硬いネックつけるとね、音がね、硬すぎて何とも色気も何もなくなっちゃうんだよ、うん、テリーが一番分かりやすい。だから材料というのは軽ければいいとか重ければいいというものじゃなくて、その時その時によってバランスがないと、それぞれバランスを取って最終的にどうなるかっていう、そうですね、あのセミアコ見てもフルアコ見てもよくできてるよ。みんな昔はね、ちゃんとした職人さんがあんでやつ、今見たけど量産じゃないんだよ。作りは本当に良かったよね、高くて、ルカさんが来るからね、なんか作ろうやっていう話から、うん、で本人にレスポールツなんか使ったりなんかするんじゃない話から、うん、邪魔じゃないかっていう話から、でもやってみなきゃ分かんないから、でちょうどメープルのね、22ブレットの400あれあったんです、うん、だったらシースレレートがいいなってひらめいた、気持ち悪くない、うん、でブラスの割にすごい入るじゃないかっていうんで考えてた。アッセンをシェッターでやろうっていうのが先にあったからですね。だからそれはね、自分一人じゃダメなんだよ、でいろんな人のだから仕事やってるのは吉田の意見とかいろんなのあるじゃん。吉田はその後来てんだけど、その一つのひらめきがあるんだよね、みんな。だから一人よりも楽器好きなので集まってやるからよかったって。量産メーカーそういうのないって。そこが違うんだ。ハウザーというね、今から35年ぐらい前でね、ハウザーってドイツのクラシックギター注文するじゃん。7年が中断なの。7年もたらかいてるね。そのハウザーもギター弾けないんだよ。でギター弾けない人の方がいいギター作ってるんだよ。やっぱりそのミュージシャンが使ってくれるまでに楽器の形はできるけど、どうすればそういう使ってもらえる音を考えついて、その構造を考えてる。それがハウザー独特の構造なんだよ。でハウザー1世が考えて、2世が1世、2世合作で作って、そのあと2世1人で作って、2世と3世合作って今3世になった。そういう感じで、うちで言えば俺が最初やって悩んで、それでうちの松下とか三友とか吉田さんがそこ入ってきて一緒にやって合作みたいなもんで、吉田さんが今後継いでやってるのに、三友さんは独立してやってるし、松下もそうだ、そういう似た同じようなもんだよ、やってる。だから一から始まるように、ここまで来たのにプラスして入ってきた。それがね、少しだけど、でも考えてみると35年間のうちね、その程度かなと思うんだよね。その当時悩んでる。なんでこんなので悩んでたのかなと思って。あ、今から考えれば。初期はね、自分でいいと思ってたんだよ。ところが後になるとね、ひどいんだよ。考えたなって、そういうもんだよ。
できれば見せたくない。そう、できれば見せたくない。昔吉田さんが自分のベースね、うん、してなんでこういう風になるの、あ吉田さんねこうやってのみ使ってこうやって角度削ってこうやるとこうなってテンションも変わるよって言ったら、お本当だってびっくりした。今じゃ彼は何とも思ってないよね、うん、それごく当たり前だけど忘れちゃう。もう自分の技術になってちゃうんですね、うん、当時は全然初めてだからびっくりするんだ。だからその点アメリカ人はそういうのあんまり気にしないから、うん、いいやスペーサーかましてまあそんなとこだね、長年やってきて。だからうちの楽器は今はね、吉田さんがやってる間はもう大丈夫だ。あ、大したもんだよ彼は。でプロのね人のギター見てね、あの人はこういうの作ってるの大体わかるし、で自分でもバンドやってるから、それなりによく音楽聴いてるから分かるんだよね。まあそれでなきゃプロの人が使ってくれないよ、うん、やっぱりこう演奏者の気持ちが分かって作ってるのは大事かもしれないですね。あのね、あの人はどういう演奏するかっていうのは分からない。だからやっぱりこう使う人の気持ちを分からないと気に入ったの使わない、うん、